こんばんは、速稼塾の久保です。この度は丁寧なメッセージをありがとうございます。で、これはね、一般公開の動画なんで、メール、いただいたメールの詳細を読みながらの返信はちょっと控えさせていただきますけども、しっかりと読まさせていただいて、またね、ご配慮深いところ、本当こちらこそ感謝でございます。で、この YouTube のね、感想も書いていただいて本当にありがたいなと思います。本当そうなんですよ。無駄な努力をコツコツだとかね、凡事徹底だと思って一生懸命される方ってのは本当にね、気の毒ではあるんですけども、これどこに行ってもね、ゴールにたどり着かないんですよ。で、もっと言って悪いことを言えばですね、そういうふうな努力を称えてずっとやらせながら、結果が出ないことをね、分かって、もしくは気づかずに、指導というふうな形、コンサルというような形をね、勘違いしてる、そういうふうなマスターがいるのも確かなんですよね。まあ、ですので私はね、無駄な努力をしている場合はちょっとそれは方向違うよということをね、これなかなか個別では言いにくいんで、動画の方で結構厳しいこととかね、言わさせていただいてます。特にね、最近っていうか、もともとですけども、昔から私が2013年から感じてることっていうのは、あれこれやっちゃうってことなんですよね。あれこれやるだけならまだしも、あれこれお金払ってるんですよ。ビジネスをする人がお金を率先して払って、で、インプットだけに偏ってね、アウトプット、要するにセールスを全くしないっていう、このバランスを書いてるところは気をつけないといけないなと思うんですよ。で、物を買うのが悪いとかね、どっかのコンテンツを買うのが悪いとまでは言えないんですけども、ただバランスを考えて、例えば10万円買ったら30万円売るぐらいの、その息を吸って吐くぐらいのね、そういうふうな呼吸がないといけないんですけども、何かね、買ってその間全然売らないみたいな、売ってみて売れないんならまだしも、売ってないんですよね。だからそうなると完全にカモの道なんで、本当に気をつけていただきたいかなと思います。で、なかなかね、私も直接乗り込んでいって、これは無駄だぞって言いにくいんですよ。言いにくいんで、この形でいいでしょうかみたいな形で、お問い合わせいただくと非常に答えやすいかな。その時は別に怒りませんので、丁寧にね、方向性を指し示すことができますので、忌憚なくね、ご連絡いただければと思います。本当にね、なんていうんですかね、あっちこっちの YouTube 見ちゃったりとか、あっちこっちのメールを見ちゃったりとか、それね、あっちこっち見ると自分が何かを買ってしまう動機を自分で増やしてるのもんなんですよね。ですので、ちょっと気をつけていただきたいかなと思うのと、繰り返し申し上げますけど、私の体験で言えばですね、本当にね、コンテンツ買ったのって一回こっきりなんですよ。一回こっきり買って、その買ったものをしゃぶり尽くすって感じで、それ未だに使えるんですよね。で、しかもそこのコンテンツっていうのは34個のカリキュラムあったんですけども、私はね、17個しか見てないんですよ。それで十分1億円いくんですよね。まあ、もっと言ったら2億円ぐらいは突破してるんですけども、だからね、本当に基本的なことを使い倒すだけで全然いくんですよ。ですので、これをやったけどダメだった、だからこっちもやっちゃう、で、こっちもやったけどもこっちみたいな感じで、なんか妙に詳しくなっちゃダメなんですよね。あ、この人知ってる、あの人知ってる、これも知ってる、あれも知ってる、この動画見たことあるよっていうのではなくて、はっきり言ってですね、一つのことにものすごく深掘りしてるけど、それ以外は無知ぐらいの方がバランスが取れてるのかなと思います。で、今回、億万長者合宿リメンバーっていうのをご覧いただいたじゃないですか。で、私とやり取りしてるもう一人の方が吉谷さんって言いますよね。吉谷さんって徹底的に何も買わないですからね。ただ、むちゃくちゃ売るんですよ。毎日のように何か売ってるんですよ。でも、私の教材すら買ってないんですよ。で、このぐらいの、売るんだけど全く買わないぐらいのマインドがないと、ビジネスっていうのは非常にね、費用対効果悪くなって、買ったものが多くて売ったものが少ないって形で損ばっかりしちゃうということになりますんで、これはね、はっきり言ってカモへの道になっちゃうんで、一個買えば十分っていうかね、一つの道で十分だと私は思いますんで、一点集中でちょっと頑張っていきましょう。はい、まあ、何してもね、今回ご連絡いただいた方、ちょっと名前はここで読み上げることはできないんですけども、ご連絡ありがとうございました。で、もうね、私はね、どんな道でも導いていくことができると思うんですよ。もうですんでね、もうブレずに迷わずにその道を突き進んでいただきたいと思います。まあ難しいとは思います。で、やった結果何も生まれない可能性もあるわけですよ。その恐怖に打ち勝つためにさらにやっていくっていうことしかないのかなと思います。40歳から単なる麻雀店の私がですね、その麻雀店を失いながらも、社員を失いながらも、全て失いながらでもネットビジネスによって自由というものを手にして今、隠居暮らしをさせていただいているのもね、本当にね、そう、一点突破が実った結果だと思うんですよね。一点突破ぐらいでやっていた方がいいかなと重ねて申し上げまして、今回の返信動画お礼に変えさせていただきます。では、これからが本番でございます。一緒に歩いていきましょう。それでは失礼します。